こんにちは、真田孔明です。今日はですね、シラの美学、短所が長所の人についてお話ししたいと思います。大富豪ファーザーはですね、高等学校時代、学校に行くとですね、すぐに停学を食らってしまう状況だったようです。マスターヒロさん曰くですね、ファーザーは武道の世界で喧嘩ナンバーワンまで上り詰めてしまったお方なんで、致し方ないことかもしれませんよね。あの頃はまだ戦後の復興を間もないですね、時代が時代だったってこともあるかもしれませんよね。ファーザーが高校卒業と同時に右、左、ひし形、各措置方面から地元でドラフト1位だったようです。最後の方には校長先生からですね、卒業証明書をあげるから君はもう学校に来なくていいというふうに言われてですね、その時ほどファーザーが学校に通いたくなった時はなかったようです。けれどもですね、続けて校長先生はファーザーにおっしゃいました。君には良いところがただの一つも見当たらない。でも手のひらの表と裏がくるりとひっくり返ると、君ほどすごくなるものは他にはいないかもしれない。そういうふうにおっしゃったわけですね。ファーザーはこの言葉を胸に留めておくことはですね、ビジネスの世界で頭角を現していかれたわけなんですね。世の中にはですね、長所が短の人があり、短所が長所の人もあります。長所が短所の人は生まれつきの才がありながらもですね、それを磨いてこなかった人、こういう人は年を取るにつれて人間としての薄っぺらさだけがですね、浮き上がってきてしまうんですね。短所が長所の人は長年磨き込まれたね、お寺の底引かれした廊下のような存在なわけですね。人はどんなに短所があったとしてもですね、短所から長所を想像していきます。この短所が長所になる人間ほど偉大なる人物とも言えるかもしれませんよね。